新橋文化劇場はかつて存在した日本の映画館である。第二次世界大戦後の1955年、東京都港区芝新橋の新橋駅ガード下に最火星が新橋ニュース劇場として開館した。翌1956年には同館の並びに新橋文化劇場を併設、1961年には 新橋第三劇場を併設して三館体制になった。1971年前後にはニュース劇場を新橋日活ロマン劇場と改称1979年に二館体制になり、1988年の日活ロマンポルの終了を機に新橋ロマン劇場と改称した。2014年8月31日、両館ともに閉館した。 新橋駅のガード下、柱と柱の間の幅が、劇場のマグジである。第二次世界大戦終結から10年が経過した1955年、東京都港区芝新橋三丁目六番地の新橋駅ガード下に、最下生が新橋ニュース劇場として開館した。同館の公式ウェブサイト等では、昭和32年に開館したとしているが、1956年に、 発行された同時代資料である映画年間1956別撮映画便欄にはすでに同館は掲載されており、これは前年の1955年秋までに確定した情報である。同書に売れば同館の経営は最下生の個人経営。支配人は滝沢慶吉、観客定員数88名と当時としては小規模な映画館であり、ニュース映画。 短編映画の専門館であった。同館が開館する前年、1954年の新橋駅近辺には、戦前からの新橋キネマ、芝園館及び飛行館ホール、駅の地下にあった新橋メトロ映画劇場が存在した。映画年間1956別撮映画便ン,ランによれば、同館の開館と同年に、同館と同一の経営者、同一の支配人によって、オタク、 池上徳持町72番地1号、池上駅のすぐ前に、池上映画劇場が開館している。池上映画劇場は、プロボクサー斉藤製作としてデビューする前のタコ、八郎が上京後最初に務めた宝石店、銀水堂の系列にあって、宝石店から配店された先の映画館として知られる。銀水堂を経営した、最下金は、台湾出身で、 1957年、最課金、歳課生の両名は、1968年に、台湾、昇華県昇華市の国民小学である、昇華県立中山国民小学に、図書館を寄贈しており、1991年7月22日、同行に、こういう歳課金奨学金を設立した人物として、記録されている。ニュース劇場会館の翌年、1956年には、 同館の並び、同じくガード下に新橋文化劇場を併設、開館した。この時期にはすでにニュース劇場は、洋画、文化劇場は、日本映画のそれぞれ風切りから数番落ちの作品の上映館になっており、同館が発行した新橋ニュース劇場プログラムには、洋画の解説と予告、裏面には新橋文化劇場ニュースがすられていた。同プログラムによると、 1957年頃には、ニュース劇場では、土曜箱劇隊、水売大平原がそれぞれ週替わりの一本立、工業、新橋文化劇場では、天天娘に花が咲くと、人気士密校の日本立番組が、同時期に上映されている。1961年には、前述の二館と並びの同じくガード下に、新橋第三劇場を併設して三館体制になった。 ニュース劇場は、洋画、文化劇場、第三劇場は、日本映画を上映した。1964年に発行された、映画年間1964別撮映画便ン,ランからは、同館の経営者が、開館から前年までの再微作館に代わって、東亜企業と記載されるようになった。1963年12月25日付の、宮本常一の日記には、 新橋文化へ日本昆虫記を見に行くとの記述があり、同年11月16日に封切られた同作が5週間遅れで上映されていた。1965年7月1日、住居表示が実施され、同館の所在地が新橋3丁目25番19号になる。同館と同一の経営であった池上映画劇場は、同年には閉館している。この時期のニュース劇場は、 洋画特選、文化劇場は、小畜、東映、日活の特選、第三劇場は、東宝の作品を上映していた。田沢隆二によれば、1960年代においても、ニュース劇場は、旧作洋画の一本立工業であったという。1971年11月に、日活が、日活ロマンポルノを開始して、成人映画に火事を切り、これを機に、ニュース劇場は、 新橋日活ロマン劇場と改称、日活の上映館に変わり、成人映画館になった。文化劇場は東映系に絞られ、第三劇場は従来の東方に加えて、小畜系の上映劇場に変わり、1970年代に入って、同三館での洋画の上映がなくなった。同三館の経営は、引き続き東和企業株式会社であったが、1974年には、 同社の代表が、最課金からサゴイもリミツに変わっており、同三冠の支配人は、開館以来引き続き滝沢慶吉が務めていたが、同年には、クレブリ系、翌1975年には、イーノ・タケゾ1976年にはさらに、ニーノ・シュンジ、と目まぐるしく変わっていった。同年、ニーノが支配人に就任するとともに、文化劇場が、洋画の名画座に変わっている。 それと共に日活ロマン劇場が、引き続き日活、第三劇場が、東方、松竹、東映の旧作、と割り振られた。1979年には、第三劇場を廃止して、同サイトの最終形態である二貫体制になる。それと共に、従来の第三劇場の位置に、新橋文化劇場を置き、従来の文化劇場の位置に日活ロマン劇場を置いた。 1980年3月には日活ロマン劇場をリニューアル開館した。1988年4月、日活はロマンポルノの終了を発表。同年8月3日からは、従来の成人映画版戦には新日本映像が制作するエクセスフィルム作品を供給するように切り替わった。これを機に新橋日活ロマン劇場は新橋ロマン劇場と解消している。 文化劇場では、ハリウッド製のアクション映画の番宣落ちに本立、上映。ロマン劇場では、エクセスフィルム風切り作品と、日活ロマンポルの旧作を交互に三本立上映、という興行方針であった。観客層は、文化劇場は30代、40代の会社員中心。ロマン劇場はそれにプラスして、シニア層の男性が中心であった。 2001年2月時点で支配人を務めていた松坂義夫によれば、ロマン劇場の観客は、昔からの熱狂的な日活ファンが多く、上野や池袋と違って、SM 系の要望が強く、短期6原作の作品、小沼正監督の作品に人気があったという。入場料金については、文化劇場が一般900円、ロマン劇場が一般1300円という、 この時代の料金設定を消費税増税後、そして閉館まで継続した。2011年、従来、副支配人を務めていた遠藤健介が支配人に就任し、翌2012年6月、ツイッターの公式アカウントによる情報配信を開始する。同年は1月19日に、コダックが連邦倒産法第11章の適用申請、9月13日には、 富士フ,フィルムが翌年3月の撮影用及び上映用フィルムの生産・販売を終了をアナウンスし映画館のデジタル化が決定的になった時期であったが新橋文化劇場、新橋ロマン劇場の両館はフィルムプリントによる上映方針を貫いた。2014年3月14日にテレビ朝日で放送された若大将の悠々散歩では俳優の竹中直人が 香山雄三とともに当館を訪れた。また、同年5月には、同年3月30日に亡くなった、俳優、かにえけを追悼し、ロマン劇場で、おかす。家信の入れ墨売れた壺、天使の腹渡赤い教室の三本立、興行一週間の特集上映を行った。ちなみに、ミュージシャンの小成功日も、この三本を鑑賞したことを、自身のブログで明かしている。 JR 高架下の耐震補強工事が行われるため、2014年8月31日、両ともに閉館。最終日に上映された映画は、文化が、クエンティン・パランティーノ監督の、デスプルーフ・イン、グラインドハウスとマーティン・スコセッシ監督の、タクシードライバーの日本立。ロマンが、田中登監督の、女郎ゼめ地獄と、式場メス市場、そして閉館5日前に亡くなった。 ソネ中世監督の女郎史上の日活ロマンポルの三本立で21時49分のタクシードライバー終営とともに59年の歴史の幕を閉じた。劇場跡地には和風居酒屋、魚屋お味新橋店が2016年7月1日から入居している。かつて新橋ニュース劇場の入居した位置にはバーティーズダイナー新橋店があったが、 両館の工事に先行して行われた同様の工事のため閉店した。1994年の新橋名画座閉館以降、新橋地区に残った最後の映画館であった。ありがとうございます。